おはようございます、釣り子 TV です。本日のルアーはこちら、メガバスのですね、ビッグベイトアイスライド 262T っていうことで、これね、持ってはいたんですけどもね、なかなかね、投げる機会がなくて、で、まあ最近ね、ビッグベイトでよく釣れてるっていうことで、あれ?と思ってね、投げてみたらね、これがね、大活躍。で、釣りの流れとしてはですね、前回動画であげたこのディーパー使ってね、この城の群れを特定して、で、エレメンツのダヴィンチ240で、何本か釣ってっていうね、その後のお話になるんですけども、まあ、動きの感じが違うっていうことでね、どちらかっていうとこのダヴィンチ240はピラ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 ーっとしたね、水を受け流すようなアクション、ね、これが特徴なんですけども、こっちのね、アイスライド 262T はこのね、ちょっと幅のあるボディと、あとね、これ 190g ぐらいあるんですけども、このグイッ、グイッ、グイッ、ね、水を吸う、独特な動き、これにしたらどうだろうなっていうことで、でジョイクロマグナムとかよりもちょっとボリューミーな感じ、ただまあ尺腕とかコードネームバスほどジャイアントじゃないっていうね、この感じがね非常にいいんじゃないかなと思ってね、投入してみたところ大成功。まずはねこちらをご覧ください。おはようございます。今日はねちょっと魚群探知機を忘れてきちゃったんで、久しぶりにディーパー使ってみようかなってことで、うわーすごいな、あっちの方この城いっぱいいるよ、すごいすごいすごい、よし食った。はーい、ちょっとねコードネームに釣れなくて、このねダヴィンチの240、これに変えたところね、一発で食ってきたよ。で、今日はね、魚探忘れちゃったんで、ディーパー使ってるんですけどね、こういう感じで中層に、ふわ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 ね、怪しい波形が映っていて、おし、食った。今度はサイズはどうかな。はい、引き続きのね、ダヴィンチビシュ。何匹かね、ばらしたりってはあったんですけど、餌のサイズがね、240でバッチリなのかな。こんな感じで。ここで、メガバスの 262T、 ダヴィンチ240の大きさには反応してるからね。おっしゃ、あ、食った、1投目で食ったよ。 262T やるね。よいしょ、ダヴィンチでちょっと食いがなくなったなと思って 262T にしたら一投できたよ。おお、薄皮一枚。やばいかな。薄皮一枚。ああ、ダメか。だよ。うわー、でっかいのがついてくんな。 262T いけそうですよ今日。まあ今バラしちゃったけどねえ、わ
しょ、また食った。どうだ、食いがいいぞ。2621今度は入れられるか。いや元気だな。いやダメかな、今びっくりびっくり食ってた感じだ。うわ引く。どうですか、あーバレた。だ竿が長いとダメだなこれ。あーふーって寄せた時のダメだ、ごめんなさい。2連続話でも食いはすごいんですよ。なんかねタックルが合ってない。あの竿が長すぎてタモ入れにたどり着かない。ダメだな、もうちょっとダメダメですね。でもねすごい、止めたらねガバって食ってくる。下手くそー、こんもう一気に抜き上げちゃおうがいいのかな。また食ったよほら。じゃあもう今度抜き上げてみますね。もうタモ入れはあれなんで抜き上げてみよう。よいしょよいしょ、あ抜き上げたら来たよ、わでかいじゃん、食ってるのでかかったんだね。よいしょ、はい、メガバスのね、アイスライド 262T ね久しぶりに使ったんですけど、すんごい止めてるとね下からバコーンってね食い上げてくる。イエーイ、ちょっとね2匹バラしてこれはもうと思ってね、なんとか釣れてくれました。イエーイ 262T イエイ。ね、ちょっと懐かしいルアーでしょう。イエーイ、ゴムトだぜ、やったね。よっしゃ、いや来たね来たねって、結構来てはくれてたんだけど、あのバラしまくって上げてみたら75ね。ちょっとね 262T に変えたらサイズアップするようになってきましたよ。で形がいいのかね、なんか表層で止めてたらもうそのまま食い上げてきてくれちゃう感じね。いやー今までね持ってたけどあんまり投げてなくて、全部ねあ近づいてきたなと思って止めてるとね下から、今もほらそこでね下からふんわーってね食い上げてくるね。すごいね 262T 中古とかでね安く買えそうだったらこれマジ買った方がいいです。形が合ってんだろうね、なんか今日の食いたいボリューム感に。今も下で魚見てほらこれ下で見てね、今にも食いそうなんだけどやめた。あれこれすげえぞ、今日の当たりルアー見っけ。今日のね当たりルアー 262T です。まあいろいろこの時期ねピック、あで針をね BKK の針に変えてて、とね確か前4番の後ろ3番かな、そんな感じでさらに腹側に重り張って調整してっていう感じで、すごいね魚の反応が。ちょっと今いろいろルアーローテーションしてるんですけど、これすげえな。はい、あんまりね船が流れない状況で、でこの城とかね、あとシーバスの移りとかもこうディーパーとかで確認して、でこれに変えてみたんですよね。普段だったらダウススイマーであるとか、あとはジョイクロマグナムであるとか、そういったルアーを投げるようなシチュエーションなんですけども、ただまあダヴィンチの240であってもちょっとフッコサイズまで反応してきちゃうなっていう状況だったんで、この独特なボリューム感で少しサイズアップできないかな、そんなつもりでね、投げてみたんですけども、そうしたところね大成功ということで、あとはね反応がね
すごい良かったんですよね。結構ね、とっかいひっかいルアーはね、いろいろガチャガチャ投げ替えているんですけども、そんな中でたまたまその狙っていたこの城のサイズとこの 262T の水を押す波動がねぴったりだったんでしょうね。もう投げてねすぐにね高反応が出て、おこれはなんて思って流れ進めていくとですね、結構両肩のスズキがガスッとね、食いついてくれて、で、こんな感じでね重りを張っております。頭側に1個と腹側に1個ね。でこれによってちょっとね、ダヴィンチより気持ち下のレンジをグイ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 とね、探りたいなっていうね、そういうつもりでねやってみました。で動画の中でもね言ってるんですけども、今回ねこのお気に入りのなんだろうバンタムの竿、このセットでね投げていたところね、ちょっとね長い竿なんでタブ入れの時に手間取ってね、2匹ぐらいね結構サイズでしてもね70は超えてたんじゃないかななんてね目測で見てたんですけども、これをねちょっと、びっくり合わせとかね、あとはそのランディングミスでね、バラしまくって、それでもね、あんだけバラしてもね追加で魚が反応してくれるっていうのはよっぽどまあルアーのサイズ感とかボリューム感が合っていたんだななんていう風にね感じて動画にまとめてみました。ね、出た頃にそのメガバス大好きな友達がこれね、結構高いルアーなんですけど1万円ぐらい確かすると思うんですけども、清水の舞台から飛び降りる勢いでね、買いましたって感じでね買って、でまあ土浦でね、うわすごい大きいな、ね、こんなこれぐらいの魚ね、普段ブラックバスだと狙ってるんで、こんなんで釣れんのかいななんて思ってたんですけども、それからね、数年経って、まあこういうビッグベイトとかがね、効果的に効くこの城パターンなんかね、やり始めて、そうするとね、まあこれであってもね、おー、ちょっと、ね、サイズアップ狙うんだったらもうちょっと大きくてもいいななんてね感じれるようになったんで、でまあそうは言ってもね、ジョイクロ178とか投げていた頃はそれでもねすごいでかく感じて、なかなかちょっとでかすぎかななんて思って投げてなかったんですが、最近ね思ったことが、コードネームバスなんかを投げれる、道具とか揃えて、あれを投げ出して、そんなにはね、コードネームバス釣れないんですけども、よかったなって思う点が、これまでね、ちょっと大きいと思っていたルアーが、小さく感じるんですよね。この 262T であっても、ね、コードネームバス投げるまではね、いや、これはいくらなんでもちょっとボリューミーでしょうなんて思ってね、ちょっと投げるのを躊躇する瞬間っていうのが結構あったんですけども、よりねジャイアントなルアーを投げることによって、なんかねここら辺がちょっとね気持ち小型に感じちゃったりして、それでもってなんかほんと釣れる気満々でね投げれるようになったなっていうね、そういったところはね最近のなんだろう投げているルアーの中で感じているねいい点だななんていう風に感じております。ここら辺のあとはね、バイトマーカーですね、これを貼ることによってちょっとね下のレンジをねイメージとしては泳がしているので、船べりに来た時にね目が切れないね、あるあいるいるいるなんて言って、これでねそのちょっと下のレンジにいるところを見てると、さらにその下のレンジにこうじーっと見ているね、シーバスの影を比較的早く察知することができるな、ね、これはねいいところで、これね貼ることによって、でこう あそこにいる、あ下にシーバスいるなーなんて言ってこうプカーンって浮かべてるとね、ほんとサイズ感が合うとね、そのままピッピップカーンって、まあ、ちょっとサスペンド気味なんですけど浮かべておくと、下からねウエッウエッっていう感じでね食いついてくれるっていうね、こういったバイトマーカーつけて。そうね、あとはですねこれ 262T 使っていて感じるところは、このテールがねジョイクロとかに比べるとねちょっと曲がりやすいんですよね、うん、これだから保管の時は外してあげた方がいいのかなと。これもねちょっとこういうもう引っ曲がっちゃってるんですけども、でねどうなんだろう、あんまり探したことないんですけど替えのパーツあんのかなこれなっていうところで、うんね、まあテールなくなったらどうしようっていうところ
ところと、まあ探せばどうだろうね、あのもし情報があったらコメント欄にこう、こういう感じで買えるよとかね、うーん、教えていただけると助かります。まあ何してもね、ディーパーでこう魚のね、この城の位置を特定して、自分的にはね、最近サーチベイトに使っているこの240で魚の位置を特定して、でちょっとサイズアップを狙って、ボリューミーな、262T を入れてね、流れとしてはね、普段もっとね何も考えずにね、トップウォーターで釣りたいなとかそんな感じで展開してるんですけども、今回はねこれに異常な反応を示したということでね、ああ買っといてよかったなっていうね、そんな感じでございます。はい、というわけでね、本日の動画はこちら、メガバスのですね、超ビッグベイト、アイスライドの 262T、これでね、初めて魚が釣れたよっていうところと、反応抜群だったぜって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。